学園、あなたも参加できるデスゲーム、参加するデスゲームでした。やっていきたいと思います。はい、狼ゲームのアナザーストーリーのデスゲームパターンですね。イベントでやるの初なんじゃないか、初でもないか。でも大体事件って感じでデスゲームではなかったよね。だからまあ初に近いんじゃないのかなって思うんですけども、やっていきたいと思います。はい、こちらのイベントはまあ一回なんかプレゼントしたら全ストーリー解放しましたね。うん、なのでみんなもあっさり見れると思うので、まあシュヤもちょこちょこ投稿していきますけども、先が気になる人はゲームダウンロードしてプレイしてみてはいかがでしょうか。ってことで初対面いきます。誰が一体初対面なのか。このストーリーはパラレルワールドの物語です。狼ゲーム本編などのストーリーとは一切関係がありません。いつも通り人狼学園の主人公はあなたです。あ、ってことは俺シュヤンっていうキャラで参加しているってことなのか。あー、なるほど、声裏返ったんだけどあー、なるほどね。ホーム画面を左下のプロフィールからお名前設定に名前に、あ、いいじゃん。これ名前シュシュヤンになってた気がするんだけど大丈夫か。あなた2000年リアル脱出ゲームのブームから数年経ったんか。世間ではリアルデスゲームのブームが到来していた。リアルって書いてあるからね、本当に死ぬんじゃないこれ。デスゲームといっても本当に命を落とすわけではない、あくまでも体験型の娯楽だ。あ、そうなの。ブームが盛り上がるに伴い有名人を集めた生中継や高額な賞金をかけた公式大会などが開かれ、今やリアルデスゲームは一大ビジネスにまで成長していた。うえー、楽しそうな世界観なんだけど。そしてあの輝かしい成長の陰で、え、参加者が本当に命を懸ける本物のデスゲームがあるらしい。そんな噂がネットで囁かれるようになる。もちろんそんな噂はただの都市伝説に過ぎないと信じる者もほとんどいなかったが、まさかその噂が真実だったってことを。なんかこれ主人公が俺って考えて喋れるからなんか楽しいんだけど。でも俺こんな丁寧口調で喋んないよ普段。あ、そんなこと言っちゃいけない。私自身の目で確かめることになるなんて。私口調だもんな。もう今日から俺って言わないで私って言おうかな。あ、雪なり？あ、違うよね。ゆうやだよね多分。すごいいいねこのイラスト。すごくいい。殺人鬼じゃんもう。で普通にリアル殺人鬼連れてきちゃった感じになってんじゃんこれ。そんな、まさか。ゆうやさん、あなた、なんてことを。まさか、本当に殺人が起きてしまうなんて。ゆきなりごめんな、今回の主人公は俺なんだ。下がっててくれ。ダメか。最初の殺人から1週間前。はいはい。おー、なんか絶望プリズンで見たことあるような。気がつくと私は、見覚えのない教室にいた。はいはい。そして部屋には私以外にもう一人。誰？ゆきなりか。おしゃれな服着やがって。これはイケメンしか着れない服ですね。あれ、ここは髪型可愛いなってか。え、どうして俺はこんな場所に。うわ、君はどうしようか。どうしようか。俺多分ね、意外とこういう状況でも冷静だからね。君はって聞くわ。うわ、誰？シュヤンです。まさか君が俺をここへ誘拐してきたの。そんなわけ、まあ、筋肉はあるから雪なり一人かすぐぐらいだったら楽勝ではあるけど。え、助けて、俺の家はそんなに金持ちじゃないよ。落ち着いて。誘拐ってどういう意味？俺だったらどういくかな？はぁ？って言いそう。まあ、いや、落ち着いてって言おうか。私は自分もこの場所に見覚えがないことを話した。ほんと知らないよ。なんかすごい、なんか今回のイベント楽しいね。え？君も気がついたらいつの間にかここにいたの？そうなんだ。それじゃあ俺と同じ立場なんだね。あ、誰だ？あっ、イケメンやな、お前、ともや。ゆきなりくん、ここにいるの？その服を選んだトモヤ一体どういうセンスなの。相当自分に自信がないと着れない服だよね。トモヤくん、どうして君がここに。それは僕にもわからないけど、ね、なんでそんな服破れちゃってんの。さっき隣の教室で目が覚めたんだ。そしたらいきなり雪成くんの悲鳴が聞こえたから。俺は無害だよ。君もさらわれたの？二人は知り合いなのかな。ああ、うん、彼は相沢トモヤくんって言うんだ。そういえば自己紹介がまだだったね。俺は下月雪成。これでも一応大学生だよ、友です。それで君の名前は何だっけ。思い出せない。何だっけって言っとく。え、何だっけって。まさか君、記憶喪失。これはあれっぽいね、嘘つきゲームっぽいね。懐かしいな、嘘つきゲームとか。記憶喪失ってこと。記憶喪失。なんで急にそんななまっちゃう。え、どうしよう、友也くん、思ったより重症なのかもだね。記憶喪失っていう単語すら分かってなかったね。いきなりこんな場所に連れてこられて混乱しているせいじゃないかな。これもしかして実は俺が黒幕だったりする。そんなことない。そうだね、時間が経てばきっと良くなるよ。でも呼び名がないと何かと不便だね。そうだね。ああ、そういえば
生徒手帳に何か書いてないかな。え、生徒手帳？うん、さっき持ち物を調べたらポケットに生徒手帳が入ってたんだ。そこに僕の名前が入ってたんだけど、もしかしたら。そうか、君の名前もわかるかもしれないね。私がポケットの中を探すと、そこには生徒手帳らしきものが入ってた。名前どうなった？やっぱりあったみたいだね。名前の欄には何て書いてある？しゅうやさん、リアルネームのまま。しゅうやだからね。うん、しゅうやさんだね。伸ばし棒入ってねえわ。しゅうやさんか。それが君の名前のなのかな？そうです。しゅうやです。いい名前だ。変な名前。変な名前ってどういう意味だ、お前。おい、いい名前だろう。親に一応このネーミングセンスは感謝してる。なんか、なかなかいい感じ使ってくれたなって思ってるよ。うん、とっても素敵な名前だね。顔写真は君に間違いないから、きっと君の名前に間違いないと思うけど。どうもです。しゅうやです。やば、ともやといきなりにしゅうやって呼ばれる日が来ると思わなかった。おいおいおい、呼ばれてる。しゅうやさん、しゅうやさんか。待って、おい、まさか、なんだろう、ゲームで自分の名前普通に言うと思わなかった。あれ、ゆきなりくん、どうかした？え、いや、なんでもないよ。どこかで聞いたような気がしたけど、多分気のせいだね。あら、知り合い君。ここで目が覚めてから、なんだか頭がぼんやりしてるし。うん、実は僕もそうなんだ。どうやってここまで連れてこられたのか、はっきりしてなくて。ゆきなりくん、ここで目が覚める前の最後の記憶を覚えてる？うん、確か俺はいつも通り。あ、チャイムだ。授業の時間じゃない？うわ、なんだ？学校のチャイムみたいだね。誰かが呼んでる。生徒諸君、全員目が覚めたようだな。それではこれより最初の朝の会を始める。生徒は全員1の1教室に集まるように。1の 1？ 多分この教室のことだね。さっき表札を見たから。それよりも生徒全員ってことは、僕たち以外にも集められた人がいるってことなのかな。まあそうなるだろうね。それから10分後。あー、ちえちゃん、待って待って待って、隠す気ねえ。ちえちゃん確実にもうすぐに人殺しそうな雰囲気になってんだけどね。ナイフ持ってるこの子、ちえちゃん可愛いんだけどモコモコで。あー、なんだっけ、久々すぎてちょっと名前が出てこない。あ、ダメだ、ちょっともう続き行こう。アニータロ、ねえねえ、これって一体と、あ、レイトだ、レイト、思い出した。レイトは相変わらず人形持ってるね。ねえねえ、これって一体どういうことなの？私たち、気がついたらこの学校にいたんだけど、このミサキちゃん可愛いよね。この子にひたすらプレゼントしてる。なんか髪型でさ、耳表現してんのすげえ可愛いんだけど。しょうまさんもいる。誰かこの状況を説明できるやついねえのか？いない。すごい、かわいいんだけど、そしろさんも。かわいい、燃え袖してるし。ふむ、どうやら全員が同じ状況らしいね。あ、もしかして最近流行りのリアルデスゲームなんじゃない？待って、怖いんだけど。いやいや、ゆうとも可愛くない？僕らを集めてゲームをさせるつもりなのかも。お、コウくんもいる。なんだそのひばり教やみたいな着方は。袖通してっか。ゲームだと、俺はそんなものに応募した覚えはないぞ。なんか髪型もちょっとコウくんかっこよくなってない？なもん、私だってねえよ。いきなりこんなところに連れてきやがって。なんか別の世界線でコウ君とりっちゃんが普通にラブラブなシーン見てみたいな。ないか。とにかく朝の会とやらで話を聞いてみましょう。そうだね。さっきの放送の人がきっと説明してくれるはず。あ、ウルフなんだ。集まったようだな、お前ら。どうもどうも、お待たせしました。な、お前らは？お、なんだ、視点が変わった。なんか来たよ。居眠りクッションがあるらしい。ちょっとみんな見て、これ買うなら今だから。ゲームダウンロードしてね、とりあえず。これ見る前にまずゲームダウンロードして。した？今 APP ストア行った？すぐ Google プレイ。 OK、 ダウンロードした。じゃあ続き読むよ。イベントに参加すると豪華な報酬がゲットできます。あ、な、報酬でこれもらえるの？人狼学園ミニストーリー、非売品、パジャマクッションなど。可愛いんだけど。ちょっとみさきちゃんやらしいですね。しょうまさん可愛いんだけど。なんかゆうやも可愛いな。みんな可愛いな。参加方法はホームの探索でアイテムをゲット。あ、まあ、いつも通りなんで、これは。推しキャラ選んでアイテムプレゼントして報酬ゲット。参加方法はこれだけ。今すぐイベントに参加しよう。今エピソード1だから、これから先まだ出てくんじゃないのかな。まあ、行こうか。次、嵐の前の騒がしさ。君たちはまさかウルフとメリー、え、人気なの？マジかよ、本物見たの初めてだぜ。人形が喋った。ウルフとメリーって聞いてみようか。え、君知らないの？リアルデスゲームではおなじみの有名なマスコットだよ。実はシュウヤさんは記憶喪失らしくて。ごめんな、記憶飛んでんのよ。記憶喪失？
それは大変だね。ああ、美咲ちゃん関西弁じゃない。ちょっと関西弁の美咲ちゃん久々に聞きたかった。おい、死後は慎め。今から朝の会を始めるぞ。はい。さて、俺たちの姿を見て察したこととは思うが、これから皆さんにはリアルデスゲームをしてもらいます。ただし普通のデスゲームとは少々異なるかな。お前らには本当の殺し合いをしてもらう。マジ？え、殺し合い？おっと、今回のオープニングは過激だね。まあそういう演出は嫌いじゃないぜ。ぐー、寝てるよ早速。おい、お前ら、いい加減にしろ。俺はくだらない遊びに付き合ってる暇はないんだ。さっさとここから出せ。今すぐ解放しないと訴えるぞ。訴えられる。にらんでもダメですよ。全員参加はこの学園のルールですから。どうやらお前らは今回のデスゲームをただの遊びだと思っているようだな。ならばその考えが間違いだということを教えてやる。こいつの姿を見ればそれがわかるはずだ。え？こいつ？一体誰のこと？これユウヤ？違う？それでは入っていただきましょう。オープンザドア。多分有名な殺人鬼役として来てるんだじゃあ。役っていうかまあ有名な殺人鬼に近いんだけど。ねえ、ここは一体どこなの？おや、君たちはもうなんかこう、なんかエロい、ここがわかる、ここ、この部分がすごくエロい。お前続きやってこが。は？お前はまさか、相田優也？誰？なんかやばそうな人が。そうだな。相田優也、数年前に世間を騒がせた猟奇殺人犯だよ。やば。すごい本物だ。大丈夫、言うとファンじゃない今回は。マジやば、ファンっぽいわこれ。ダメだわ。でもどうして彼がこんなところに？裁判で心神喪失を理由に無罪になった後、精神病棟に入院していたはずじゃ。うーん、自分でもよくわからないんだ。気がついたらこの建物にいて、どうやらどこかの学校みたいだけど。なんか凛太郎だけ知ってそうな感じの雰囲気だったよね。あれ、そこにいるのってもしかして、あれ、翔馬のこと知ってんの？おっと、なんだ今回の人間関係気になる。さて、これで俺たちが本気だということが分かっただろう。何せ殺人犯との共同生活ですからね。ハラハラすること間違いなしです。共同生活だと？一体どういう意味だよ。お前らにはこれからしばらくの間、この人狼学園で暮らしてもらう。人狼学園だと？はい、皆さんにはまずここでの生活に慣れてもらいます。最初のデスゲームは3日後の朝に開始する。それまではこの学園で自由に過ごすといい。学校の外へ出るのも自由だ。お前たちに逃げ場のないことをその身で実感するといい。というわけで皆さん、3日後にまたお会いしましょう。じゃあな。行っちゃった。マジでデスゲーム？そう言うとウルフとメリーは姿を消してしまった。残された13人はお互いに顔を見合わせながら、相田優也を避けるようにして教室から無言で去っていったのだった。まあそうなるよな。一人の変わり者を除いて、いや言うと、お前相変わらず好きだな。ふーん、どうやらここは体育教官室みてえだな。お前は確か修也だったっけ？ちょりっちゃんに名前呼ばれちゃった。なんか大変なことになったな。デスゲームって一体何をやらされるんだろう。やっぱ人狼ゲームかな。それ聞いたことあるような。人狼ゲームって何？本当に覚えてないな俺。お前人狼ゲーム知らないのか？あれだけブームになったのに。まあ一時期流行ったのね、確かに。ああそうか、修也は記憶喪失なんだっけ。簡単に言うと人狼と市民に分かれて戦うゲームだな。市民に紛れた人狼を見つけ出して処刑するのが基本だけど、最近はいろんな派生があるからな。アーモンガスとかもそうだね。正直どんなルールの人狼ゲームになるか見当もつかないぜ。お、また誰か来た。レイト。あー、修也さんとリッツさんだ。ウィス。あ、お前はレイトか。どうかしたのか？ね、保健室の鍵を探しているんだけど。お前寝る気だろそれ。鍵？そういえばそこの壁にいろいろとかけてあるな。あー、本当だ、体育教官室にあったんだね。だけど保健室の鍵って、レイト、お前どこか具合でも悪いのか？うん、別にそういうわけじゃないけど。寝る気だろ。保健室といえばふかふかのベッドだから、最初に寝心地を試しておきたくて。ベッドで寝る気まんま。そうそうか、まあふかふかかどうかは知らねえけど。鍵は後で返しておけよ。なくしたりしたら後で面倒だし。真面目。うん、わかった。でも保健室のベッドで寝るのもいいけど、普段は先生たちがいる場所で堂々と寝るのも結構楽しいかも。なんか変なスリル感じてる子いる。グー、ここで寝るんかい。おい、言ってるそばから寝てるんじゃねえよ。たく、こんな状況でよく寝れるな、本当に。
ふまあね、この羊くんがいれば僕はどこでも安眠できるんだ。羊、もしかしてその人形お前の私物なのか？いつも抱っこしてるよね。かわいい。ただの人形じゃないよ。ずっと一緒で僕と一心同体なんだ。枕にもなるし、口や背中がポケットになってて、ちょっとした荷物だって入れられるしね。カバン感覚。そうか、そりゃ便利だな。はあ、それにしても緊張感のねえやつだな。まあ今から気を張っても仕方ねえのかもな。デスゲームが始まるのは3日後とか言ってたし。あ、そうなの？じゃあ今はお楽しみタイムだ。ゆうやにさえ気をつけていればそれまでは安全なはずだろう。本当に？今回もカード配られるんじゃない？ウルフたちの言いなりになるのは尺だけど、私も今のうちに学園内の探索をしておくか。つうわけで私はもう行くぜ、シュウヤ。何か見つけたら私に教えろよ。デスゲームをやるにおいてやっぱ華奢な女の子って不利だから、デスゲームやるんだら今から筋骨隆々のマッチョたちだけでデスゲームやった方がフェアだと思うんだよね俺。何の話してんだろう。しばらくして、何こう給湯室おしゃれだな。なんかおしゃれでもないか。ずるずる、うどんだろどうせ。俺やっぱりこのうどんなかなか美味だな。まさかこんなに食料まだ用意してるなんて。毒とか入ってないの？ああそれならあいつで毒味しているから大丈夫だ。誰？あいつ？ちえちゃん。うん、これはなかなか美味しいです。ちょっとコウ君、俺の大好きなちえちゃんをそういう毒味役に使わないで。包丁持ってんの怖いけど。私普段は引きこもってるんで不健康な食事ばかりしてるんですが、ここでの生活で逆に健康になれそうです。うん、それならよかった。ちえさん、はあ、デスゲームで健康になれるなんて本当にお前は変わったやつだな。ちえちゃんは最後まで生き残って。あ、冷蔵庫に卵がある。姉さん、卵焼き作ってくれない？うん、いいよ。ほう、姉が弟に作る卵焼きですか。なんだか家庭的でいいですね。ちえちゃんもお兄ちゃんに作ってもらえ、ぜひ私にも食べさせてください。もう遠慮ねえな今回のちえちゃん。もちろんいいよ。姉さんの作る卵焼きは絶品だからね。凛太郎くん優しい。私こんなに人に優しくされたのは初めてかもしれません。恋しちゃう？もうちえちゃんは大げさな人だな。ふん、俺だってさっき貴様に食い物を食べさせてやっただろ。いやもう毒味役だったじゃん。なんか愛情がないじゃん。あれが優しさじゃないのはさすがの私でも気がつきます。分かってた。あれ、もしかしてコウ君も卵焼き食べたいの？ふん、俺はいらん。他人の作った料理なんて危なくて食えるか。ええ、あげたくせに。それじゃあ俺はもう行くとするか。相変わらずやなコウ君は。ふーん、素直じゃないね。おい、棚に入ってるうどんは全て俺のものだからね。もうめちゃくちゃこの人、食べたら承知しないぞ。なんてやつだ。言っちゃったね。とんだうどん狂になってるんだけど、あの人なんてわがままな人。性格が根本からねじ曲がってますね。かわいそうに哀れまれているちえちゃんに。一方その頃廊下では、ん、ともや、すごい、学園に温泉がある。ってことはお風呂パートが広い大浴場だね。ねえねえともやくん、高校の修学旅行で行った修学旅行で行った旅館を思い出さない？そうだね。あ、ゆうとも、はあ、温泉くらいではしゃぎすぎでしょ。言うとダメだよ、入れ墨入ってるから。バカじゃないの、子供じゃん。は？なんだと？まあまあ、ゆきなりくん落ち着いて。うわー、こんなことですぐ切れるなんてマジでガキ臭いんだけど。この子生意気だな。あー、そうだ、うん、そういえばゆうとくんってさ、なんだなんだ、小学生だったっけ？ちょ、やめろ、小学生にマウント取り行くな、ゆきなり、恥ずかしいぞ。は？違うけど、僕18だし。18やないかい。あー、そうだったんだ、ごめんね。煽り方、体も小さいから子供かと思った。りっちゃんにやるタイプの煽り方。こいつお前殺されたいのか。こんなに反抗的な雪なり初めて見るかも。なんかここのパラレルワールドに来てやっと、なんつうんだろう、反抗心を抱いたんだね。あれあれ、こんなことですぐ切れるなんて子供っぽいな。お前絶対殺す。うわ、追いかけっこ始まった。はあ、二人とも子供だな。さて早く追いかけて仲裁しないと。おい、ゆきなりくん、ゆうとくん、喧嘩はやめて3人で一緒にお菓子でも食べよう。いや、一番子供扱いしてるよ君。お、こっちは誰目線だ。あ、俺か。それから私たちも手分けして学園の内外を探索したが、分かったのはこの学園がどこか無人島に建てられた場所であるということ。無人島？そしてウルフたちの言ってた通り、脱出の手段はなさそうだという事実。あ、もう味方だった。それから3日が過ぎ、約束通りウルフとメイリーが再び私たちの前へと姿を現したのだった。あー、終わった、いいとこで終わった。ということで今回はここまでとさせていただきます。次回は運命のカードと最初の詩だね。
おい面白いね。なんかちょっと主人公が自分ってなってるのが結構面白いんだけど。はい、それではシアンでした。みんなもね、続きになる人はゲームダウンロードしてプレイしてみてください。でポイント集めればね、お休みクッションもらえるらしいんで、ランキングイン目指して頑張ってください。それではシアンでした。またね。